よく聞こえなかった。もう一度言ってくれないか。貴様、この神聖なる城内で今何と言った？隊長、僕もう我慢できません。カレン隊長としたいです。やらせてください。彼女の名はカレンさん。女性ながら王都近衛騎士団第四騎士分隊、通称ブラックホークの隊長を務めるお方。管理職の中では最年少の29歳、つまりエリートです。おば、ゆえにこと書いて何を受け入れるわけないだろう。え、どうしてですか。他の部下の人たちとは頻繁にやってるのに。いや、やるかー。頻繁にどころか私まだ。とにかくお前は私を何だと思っている。もう痛いじゃないですか。殴られるようなことするからだ。僕が隊長に剣の鍛錬をお願いするのがそんなにダメですか。剣。はい、僕ずっと剣の鍛錬をやりたいんですと言ってたつもりですが。もちろん剣の鍛錬という文言は意図的に外しました。隊長、一体何だと思ったんです。年上でエリートで気高くて、でもそのせいで男性経験皆無で、いちいち可愛い反応を見せるカレンさん29。彼女を見てるだけで日々の疲れも彼方へ吹っ飛びます。あ、隊長、もしかして何かいやらしいことを想像して。ダメですよ、職務の最中にそんなこと。でも隊長が望むなら僕はいつでも。貴様というやつは何度も何度も私を苔に。まずい、どうやら加減を間違えてしまったようです。日々の疲れどころか僕自身が吹っ飛ぶやつだこれ。おっと、主人の帰りをけなげに待つ猫のみーちゃんに餌をあげないと。では。お前の住む独身寮はペット禁止だろ。待てー。僕は春、16歳、平凡な家柄出身ですが、騎士学校を首席で卒業し、今年ブラックホークに配属となった新人騎士です。